こんにちは。今回はジグザグパフステッチを紹介します。この模様は鎖編み2目で1つの模様になります。今回は極太の糸を9号のかぎ針で編みます。糸の後ろにかぎ針を入れて、かぎ針を手前に引き、くるりと回して糸をかけて引き出します。ここから鎖編みを10目編みます。ゆったりとした作り目の鎖編みを全部で10目編んでいきます。10目の鎖編みができました。1段目はここから鎖編み2目で立ち上がります。鎖編み2目を編んで、鎖編みを編んだ根元のその次の鎖編みのところに針を入れます。ここが4個目の鎖編みです。ここに針を入れて糸をかけて引き出します。少し長めに糸を引き出してください。次は未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて少し長めに引き出します。未完成な中長編みが1目できました。もう一回同じところに未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて長めに引き出して、針には6本の糸がかかっています。次は一度に引き抜きます。針に糸をかけて、すべての糸を一度に引き抜きます。次は鎖編み1目を編みます。これが今回の模様です。次は鎖編み1目を開けた2個目のところに針を入れて糸を引き出します。次は未完成な中長編みを編みます。同じところにもう一回未完成な中長編みを編みます。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて少し長めに引き出します。次は針にかかっている糸をすべて一度に引き抜きますが、かぎ針の向きは下向きにして糸をかけて引き出し、鎖編み1目を編みます。同じように2個目の鎖編みに針を入れて糸をかけて引き出し、同じところに未完成な中長編みを2回編みます。もう一回未完成な中長編みを編みます。すべての糸を一度に引き抜いて鎖編み1目を編みます。次も同じようです。1目開けた次の目に針を入れて糸をかけて引き出し、同じところに未完成な中長編みを2回編み、針にかかっているすべての糸を引き抜いて鎖編み1目を編みます。このような模様です。次の目は最後のところです。
糸をかけて引き出し、同じところに未完成な中長編みを2回編みます。すべての糸を引き抜いて、これで1段目が完成です。次の2段目はここから編みます。最初の立ち上がりの鎖編み2目を編んで編み地を裏返します。次も編み方は同じです。編む位置が鎖編みを編んだすぐ隣に、このように三角形の形になっている目があります。ここにまた同じように針を入れて引き出してから、未完成な中長編みを2回編みます。そしてすべての糸を一度に引き抜いて、このような形です。鎖編み1目を編んだからまた同じ編み方です。次のこの三角になったところに糸を引き出してから、未完成な中長編みを2回編み、そしてすべての糸を一度に引き抜いて鎖編みを一目編みます。この編み方を続けていきます。2段目はこのような形になります。次もこの三角になったところに針を入れて同じように編んできます。三角になったところに針を入れてから糸を引き出し、次に未完成な中長編みを2回編んで、そしてすべての糸を引き抜いて鎖編みを一目編みます。これでジグザグの形ができてきます。同じように三角形のところに針を入れて糸を引き出し、未完成な中長編みを2回編んで、すべての糸を引き抜いて鎖編み1目を編み、ここが最後のところです。最後のところも少し分かりにくいですが、この位置に模様を編みます。ここです。ここに針を入れて糸をかけて引き出し、同じところに未完成な中長編みを2回編んで、糸をかけてすべての糸を引き抜きます。これで2段目ができました。このようにジグザグにパフ模様が入る模様です。3段目の立ち上がりの鎖編み2目を編んでから、3段目も2段目と同じ編み方です。この三角のところに模様を編み込んでいきます。糸をかけて引き出し、未完成な中長編みを2回編んで、すべての糸を引き抜き、鎖編み1目です。次も同じようにパフステッチの模様をジグザグに編み込んでいきます。鎖編み1目を編んでから、次の三角形のところにパフステッチを編み込みます。
鎖編み一目を編み、次のここにも同じ模様を編み込みます。鎖編み一目を間に入れながらパフステッチを編んでいます。ここが3段目の最後のところです。ここにも針を入れて糸を引き出してから未完成な中長編みを2回編みます。すべての糸を一度に引き抜いて、これで3段目が終わりですが、最後の時は一旦ここに鎖編みを編んで糸を留めておきます。2目編んで留めておきました。このようにパフステッチがジグザグに入るかわいい模様編みができます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。